また一つのクォーターでチームのファールが5つになりますと、それ以降は全てがフリースローということになります。さあまた決めました、22番の笹倉。 3×3 3人制のバスケットから今年この5人制 B リーグに挑戦している寺島ですが、そこを起点にビリシベが行く。ビリシベゴール下で強さを見せました。さあペッパーは中入れる、スリーポイントサーブ、正確なスリーポイントを見せていきました。ボールはカット、ペッパーがカットして、そして澤部のレイアップ、これは完全に仙台ペース。選手たちの動きを見てスリーポイント、これも決まった。神岳、鎌田、神岳、ここからスリーポイント決まりました。先ほどはスリーポイントシュートでファールをもらって3本のフリースローを決めた神岳。澤部からペッパーフェイント、スリーポイント決めた。第2クォーター最後の最後もペッパーが力強さ、まだその活躍がなかなか見られません。さあハート、下山が自分でいく、決めた。大きく盛り上がる。片岡はパスをしてアリウープ、しかもバスケットカウント、ジェイコブセンが見せました。さあ寺島がスピードでかき乱す、自分でいった、そして外、しかしこれをカット、同じ91番の片岡がカットして、これはイージーバスケット、さらに得点差を広げます。リバウンドから攻撃の展開を組み立てたい、そして得意のこのスリーポイントも立て直す大きな鍵になります。モンマが走り込むが、ここはクロフォードのスリーポイント、モンマが掴む、今度は佐野のスリーポイント決まりました。神岳のスリーポイントシュート、ジェイコブセンが掴んでそのままゴールを決めました。ビリシベ自分で行く、反転してナイスプレー、ビリシベのシュート決まった。今日はこのビリシベ外からも、さあ薄井と佐野のミスマッチですが、近所笹倉のスリーポイント決まります。この試合第1クォーターで、さあミラー、ペッパーズはどこからでも強く打っていきます。さあ笹倉のコーナースリー決まった。向かっているのは寺島です。さあ渡辺がドライブ決めました、得点を見せました。さあ残りは3秒2秒、ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。